ごめんな。あんま人家に飽きたことないんだけどね。いやでも終電なくなったしさ。まあしょうがないけどさ。言っとくけどうち灰皿ないからね。焼き缶でええよ。うわ、何この部屋。うわ、めっちゃテレビでかいやん、これ。まあね。何これ。っていうかさ、もう完全にダメ打ちだよね。え？伊勢川くんさ、うちの店入ってまだ2週間じゃなかった。いや、もうええやん、俺の方が年上なんすさ。だいたいさ、バイトになんか先輩後輩もないと思うで。飲み代かって割り勘にしてるやん。まあいいけどさ。うわ、下田、俺コンビニ寄ったらよかった。なんか飲み物欲しいな。飲み物ない？ああ、ちょっとその前に外で電話してきたいんだけどいいかな。いや、ここでしたらええやん、俺聞かへんし。いや、県外なんだ。え？ここ県外。この部屋県外？うん。最悪やん。だからもう俺電話してくるから、その辺のもの触んないで。触らへん。うん、あと、この襖開けないで。いや、開けへんよ。何する？振り？いや、振りとかじゃない。ほんとマジで開けないで。うん、開けへん。じゃあ、ごめん。うん。いやね、あいつ家泊まられんの迷惑な。俺めちゃくちゃ出しやがって。俺かってな、お前みたいに寝らないやつね、家泊まれたらいいんじゃ。バイトの歓迎会で亜美ちゃん狙いで終電まで粘ったけど帰らはったから仕方なしやろボケで。なんかいいよね、触らんといてくださいねって、襖開けんといてくださいねって、あんだけ言われたらお前開けたなるやろボケ。上島竜兵に押すな言われたら押すやろボケ。襖開けんといてくださいねってあんだけ言うよったら襖開けてまうやろボケ。襖開けるぞ、もう開けてしまうぞボケ。うわ、びっくりした。あ、ごめんね。あ、ええ、全然何も触ってないよね。触ってないよ、触ってない。あ、飲み物か。あ、そう、うん、誰か捕まっとったで。俺なんか入れられてたで。なんかむちゃくちゃ怖いんですけど。はい、あ、ありがとう。怪しいよ、この飲み物の色。むちゃくちゃ怪しいやん。これ飲んだら俺急に寝てしまったり、なんか体しびれたり、なんか目ピクピクピクなったりすんのちゃうかな。あ、飲まない。うん、あ、今やっぱりいいや。うん、なんかこの部屋暗ない？ちょっと。ああ、うち遮光カーテンにしてるからね。え、なんで？いや、なんでって、昼でも電気さえ消せば真っ暗闇にできるから。え？なんで暗闇にするんやろ？昼間から暗闇にして何する気なんやろ？あ？携帯圏外？今になってめちゃくちゃ怖なってきたんですけど。あ、ちょっと俺トイレ行ってきていい？ああ、いい。うん、あの右に。あ、うん、ありがとう。トイレも圏外や。助けてって書かれてるやん。あいつ一体何者やねん。あかん、もう帰ろう。ありがとう。やっぱり俺帰ろうかな。ちょっともう一回電話してくるわ。え？あの、襖開けないで。スルーされてるやん。俺ら帰ろうかな。スルーされてるやん。もう一回襖開けてみようかな。もう一回開けたらあいついいようになってんかな。せやて、さっきは俺おかしなっててんて。幻を見てんねん。そうですよ。次開けたら毛布とか布団とか座布団とか積まれてるのじゃん。絶対そうです。開けてみましょう。お願いします。いるよな、いるよな。うるさいな、もう。何それ取ってて。か、いや、もうちょっと考え合いもしたくないんだよ、これ。ちょっとしたい。じゃあ、わかったわかった。はい、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 
何？助けて。いや無理やで。お願いします。助けお願いします。ちょっとごめん。お願いします。ちょっとごめん。ちょっと声大きいね。助けるの無理やで。俺一般人やねん。助けるとかハードル高いけど無理やねんって。ごめん。あいつは変態です。変態な。あいつは変態。あいつはバイトの先輩で歓迎会終わって終電なくなってここ泊まったんですよ。だったら捕まったんです。一緒やん。俺と状況一緒やん。おやばいですよ。おやばい。やばい。ね。あいつはやばいんですよ。静かにして。毎晩。ちょっと私のこと。もうないやねん。ないやねん。助けて。怖いねん。もう今しかないから。ほんまに今しかないのよ。ちょっとほんまに鍵ましから。ちょっと静かにして。頼む。ちょっと静かにして。ちょっと来て。あ、ごめんごめん。あ、全然大丈夫。あ、どうしたん？え？何が？なんか変じゃん。いや、変じゃないよ。でも、疲れてる。あれ、見てないよね。見てない。何を？え？だって俺もや、何を見たかまで聞いてないじゃん。なんで見てないって言えんの？え、何を見てないの？やばい。追い詰められてるっぽい。ふすま開けたことバレてるっぽい。あいつすごい頭がいいタイプの変態っぽい。どうしよう。ごまかせ。ごまかすしかないよ。頑張れ。で、何を見てないの？ジャンプ。何それ？今週号のジャンプ。むちゃくちゃやせ今の嘘。あんなもんで騙せるわけあらへんかな。なんで急にジャンプが出てくるの？ここは勝負や。確信に触れてみよう。逆に聞くけど、何を見たって聞いたの？襖の中だよ。襖の中？助けてくれよ。ごめんなさい。今なんか聞こえた？聞こえてないけど。ちょっと電話してくる。なんで笑ってんの？なんで笑いながらどっか行くの？気づいてるやん。俺ふすま開けてることも気づいてるやん。ふすまん中のやつ見たも気づいてるやん。せやのになんでどっか行けんの？今俺突然のフリー。何？なんなん？何喋ってんねん。助けていただけ。いや無理やし。俺今自分の安全確保するのが一番の仕事やし。開けて。無理やし。開けてね。あそこいいじゃん、いいじゃん。二人で力を合わせればいいじゃない。は？二対一であそこに鍵があるから。あれ取って開けるだけ。いやちょっと無理やで、そんな。開けて。取って。ねえ。何やねん。分かった。もう開けたらええねん。開けたらええねん。早く。でもちょっと待って。早く。せかすなんて、ちょっとうるさいな、ほんまに。ちょっと待って。開いた。何してんの？やかましょ、ボケ変態。何が何してんねんや。こっちのセリフじゃ、ボケ。お前俺捕まえてどうしようとしてたんじゃ、ボケ。おい、出るぞ。あ、こっちは。は？何やってんねん。あよ、でも何笑ってんねん。行くぞ。おりえ、入れ。ちょっと待てよ、何やねん。檻へ入れ。なんで？ちょっと待て。入るから、ちょっと待てよ。動くなよ。入る。ちょっと待て。檻へ入れ。分かってる。ちょっと待て。ほんまにやるぞ。ごめん。びっくりしたかな？え、どういうこと？君は僕のことを変態だと思っていたね。急に何でそんな喋り方？そして君は僕のことを変態に囚われた犠牲者だと思っていたね。いや、助けてって言うてたやん。確かに僕は変態だ。そして実は私も変態だ。僕たちは二人組の変態だ。ちょっと待ってさ、なんやねんな。俺なんで檻に入ってんねんな。自分あれはただのプレイだ。時には僕が入ることもある。ほんまの変態やん。僕たちは二人組の変態だ。ちょっと待って、声合わせるの何なの。さて、捕まってしまったね。ちょっと待って、こっから出して。入ってるよ。鍵は閉めていないからね。え、ほらもうちょっとごめん、悪いけど出るで。勝手に出ればいい。出る。ちょっとスタンガンやめてや。出るで。はい、出たよ。入るよ。
勝手に帰ればいい。勝手に帰ればいい。え、ほんまに勝手に帰るでええんやな。捕まえちゃったら警察沙汰になってしまうからね。僕たちは法に触れるようなことはしない。二人組の変態だ。ほななんで一回捕まえんねん。あれはただのプレイだ。君を驚かすためのゲームだ。僕たちはいたずらが大好きな二人組の変態だ。何やねんな、もうもう帰るねほんまに。なぜ遮光カーテンなんだって思ったね。いやそれは思うやろ。ほら昼間から幕なしで何するつもりやって。いい環境で映画が見たいだけだ。映画。僕たちは映画好きな二人組の変態だ。何やねんな、ややこしいな。このジュースが怪しいって思ったね。いや思うやん、このジュース。これはただの野菜ジュースだ。オリジナルの野菜ジュースだ。僕たちは栄養バランスを気にする二人組の変態だ。いやうまいことできてへんやん。ガリガリと出るやん。全然うまいことバランス取ってへんやん。アホちゃん行くで。もトイレで何助けてというメッセージを発見してしまったね。いや見つけて。ほなあれは何やねん。めいっ子がふざけて書いちゃったんだ。僕たちは子供好きな二人組の変態だ。知らんし行くで。もう行くがいい。勝手に行くがいい。いやほんまに行くで。ほんまに行けばいい。ほんまに行けばいい。いやちょっと釣られてるやん。僕たちは去るものを追わない二人組の変態だ。もうええわ。もう行くわ。最初は一人だった。そう、もともとは別々の変態だ。だけど今は二人組の変態だ。出れた。あっけなく出れた。何この振られた感じ。出れたら出れたで、あっけないや。何やってんのあいつら。僕たちは見送りがしたい二人組の変態だ。一日の終わり方最悪やん。むちゃくちゃ気持ち悪いやん。楽しかったね。そうだね。僕たちは二人組の変態だ。なんか言ってる。な、頼む、俺をこっから出してくれ。出られるよ。え？勝手に出ればいい。出るぞ。僕たちは三人組の変態だ。